はい、皆さんこんにちは。ジャケット沢淳です。生徒さんやあとはお問い合わせで、自分はただの専業主婦で子育てしかしたことがないだとか、自分はしがないサラリーマンでみたいな話をよく聞くんです。私に言わせれば、しがないサラリーマンであってもただの専業主婦であっても、子育てをしてきた父ちゃん母ちゃんパパママっていうのは最も高貴なかつ尊敬に値する素晴らしい人たちだっていうふうに捉えていますし、もちろん海外物販やってもしっかりと進めていけば実績が出ると思います。自分自身は海外物販講師として生徒さん抱えて、自分を物販セラーとして日々日進月歩精進しつつビジネスの展開っていうのを日々目論んでいるんですけれども、そんな自分でも逆立ちしても叶わないのは自分の父ちゃん母ちゃんばあちゃんです。今入院しているばあちゃんも、97歳なんですけど、ばあちゃんも未だに精力的に、それこそパートとかに出ている高齢の母も、もう何年か前に亡くなってしまったんですけれども、とてもね子煩悩な父も、全員に自分はどんなにビジネスの世界でもし今後成功していこうが、どのように例えば生徒さんから尊敬されようが、もう逆立ちしても叶いっこないです、足元にも及ばないって思ってるのが、自分を育ててくれた自分の周りの父ちゃん母ちゃんはじめとした家族なんですね。なぜならば、子育てっていうのは、これ誤解を恐れず申し上げますと、一番めんどくさくて大変な作業だと個人的には思っているからです。自分以外の、もちろん家族、子供なんだけれども、生まれてきた人間を育てるっていうのは、これはもう一番大変なこと、まあ傍から見れば、語弊を恐れず言えば、めちゃめちゃめんどくさい作業だと思うんですよ。おむつの交換したりだとか、あとは定期検診に行ったりだとかで始まりで、ちょっと手が離れたと思ったら今度は思春期だ反抗期だってね、クソババアだって言われたりとか、パパと一緒に洗濯物洗濯しないで汚いからとかね、罵詈雑言を吐かれたりだとか、それでも子供のことっていうのを愛し続けるっていうのは、これは本当到底自分が叶うことではないと思ってます。特にこんな七面倒くさいね、黒沢淳っていう人間を一生懸命育ててくれただけでなく、うちのばあちゃんはなぜかわからないけれども、ずっとあんたは本当に頭いい子だ、将来すごくなるって言い続けてくれて、うちの母も何一つ文句を言わず、あんたが選んだ道だったらいいということを連呼し続けてくれて、父は心配性なんていろんなことをついつい口出ししてしまったんだけれども、でも結局のところですね、陰からいつも一生懸命朝から晩まで働いて自分自身を助けてくれてたわけですよね。だからそんなお父さんお母さんっていうのは、自分は最も尊敬すべき人たちだって考えているし、その子育てというある種の試練みたいなものっていうのを、まあ七転八倒しながらも今続けていらっしゃる、もしくは乗り越えてこられたっていう方が、海外物販で実績が出ないはずはないって個人的には思ってます。視聴的セルフハンディキャッピングっていう言葉があります。例えば学校のテストの当日、朝みんなわーっと登校してきた時に、いやー昨日徹夜でずっと勉強してたから頭ぼんやりしてるんだよねっていうのが視聴的セルフハンディキャッピングです。つまり事前に周りに自分がうまくいかなくなった際の言い訳をしているっていうやり方なんですね。ある種の保険なんですね。自分を守るための保険なんですが、もしただの主婦なんでだとか、しがないサラリーマンだったのでっていう言葉が主張的セルフハンディキャッピングなのであれば、それは話は別です。どのようなご状況であれ、ネット物販を始める、海外物販を始めるっていうのであれば、事前に何かしらの言い訳を作った状態で始めたら必ずだらけますから、でだらけた時に必ずその言い訳っていうのを振り回して、自分自身のエフィカシーを保とう保とうとしてますが、そのエフィカシーというのはプライドという名の非常に薄っぺらい紙の段ボールで作った鎧みたいなものなので、それを守る必要って本来ないはずなんですね。だからもし子育てをしている、もしくは普通の従業員として働いてきただけなんですよねっていう言葉が、ただの謙遜
謙虚なのであればいいですが、それが主張的セルフハンディキャッピングなのであれば、それは自分のことを事前に守ろうという安い防衛規制になってしまっているんじゃないかなって個人的には思います。じゃあとにもかくにも海外物販を行う際に、ただのサラリーマンなんですよだとか、しがない主婦なんですよみたいなことを言ってた人が、じゃあどうすればいいかっていうと、子育てしてきた時の感覚で物販と対峙していただきたいんですね。海外物販も何でもそうなんですけど、商品リサーチ一つとっても七面倒くさいですよ。初めは楽しんでやれるんだけれども、その楽しむっていうのは楽なことを楽しんでるんじゃなくって、面倒くさい作業、しんどいことも含めて楽しみましょうっていう、ものすごく包括的な楽しみ方でしかないんですね。だから楽して簡単にポッ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 とリサーチして、ポッ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 と出品して、ポン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 と売れるかっていうと、それは決してないです。ってことは、まさに子育ての経験が終わり、もしくは現在進行形で子育てをされている父ちゃん母ちゃんだからこそ、自分たちの子育てと同じようなものなんだっていうふうに比喩的に考えて、海外物販と向き合っていただきたいなと思ってます。極端な話言えば、商品一つ一つは自分の息子だ娘だと、商品ページも含めてセラーアカウントを含めて、これは自分が子供を育てるようなものだっていう発想で取り組めたのであれば、初めから諦めるという選択肢は1ミリもないはずなんですね。お子様がどんなに反抗期になったとしても諦めはしなかったじゃないですか。それは諦めるっていう選択肢を持たない状況でどうすればいいか考えてたからなんですよ。しかしながら物販に関しては、諦めてもいいんだだとか、実績が出なかったら誰かのせいにすればいいんだだとか、そういう気持ちっていうのが介入しやすいんですね。なぜならば、海外物販を始める前の世界っていうのは今までの世界なので、海外物販をやめたところで元の木阿弥にはなるんだけれども、自分の今までの人生に戻っていくだけであって、決してゼロには戻っていかないからです。だから戻れる場所、今までの世界、あれだけ不満を感じていて、だからこそ海外物販を始めた、ネット物販を始めたにもかかわらず、元の世界というその不満いっぱいの世界であっても、そのコンフォートゾーンに戻れるということが一つの脆弱性を生んでしまっている可能性はあるんじゃないかなと思います。なのでまずは自分の商品を我が子のように扱えるかと、我が子のように海外物販と対峙できるか、ネット物販と対峙できるかっていうことが大切になってきます。とはいえ、その物を擬人化するのっていうのは難しいですよね。海外物販というビジネスを擬人化するなんてもっと難しいと思うんですが、じゃあそういう場合っていうのは、そこまでは到達するのは時間がかかったとしても、もう一つさらに簡単な考え方っていうのがあります。それは自分が商品をお届けする相手のことを考えるってことなんですね。これは通常の顧客目線とはちょっと違った考え方で、私はストーリーリサーチだとか、ストーリーっていう言葉はよく使うんですが、ストーリーってことは物語、物語ってことは人生ってことなんですが、自分が商品をお渡しするその相手の人、それが大人なのか子供なのかね、女性なのか男性なのか、おじいちゃんおばあちゃんなのかわからないけど、自分の商品をなんで買ってくださったのかっていうと、自分が例えば2000円で売った商品に2000円以上の価値があると思ったから買ってくださったんですよね。で、その人たちが商材を手にした時に、綺麗なドレスであれば旦那様と久しぶりのデートに行く時に着ようと思って買ったのかもしれない。トイレ用品であれば家族みんながトイレを快適に使えるように買ったのかもしれない。ウォールステッカーであれば壁を綺麗に飾って、自分の愛する我が子が毎日楽しく快適に成長していけることを願って買ったのかもしれない。理由はわからないし、細かい部分っていうのは想像と息は出ませんが、必ず商品を手にしたお客様っていうのは何かの理由や目的があってその商品を手にしてくださったんですね。かつ我々の商品を信じて、我々が提供している金額以上の価値を感じて手にしてくださっているわけです。だから商品自体を擬人化するのが難しい場合は、自分が商品を届ける人たちのことを考えてあげるっていうのがさらに簡単で、さらに手っ取り早くって、さらに商売として成功する方向に容易に進んでいきやすいことだと思います。自分が一生懸命子供を育てている
もしくは育ててきたご経験がある人ならばわかると思いますが、何か物を買った時、その物によって自分含め自分の周りの家族だったりね、プレゼントであればそのプレゼントを渡す相手の友達だったり、みんなが笑顔になることを目的にして一生懸命働いて、そのお金で物を買ってるわけです。それと全く同じことが、この商品というものを介して自分たちの向こう側のお客さんの世界で起こってるわけなんですよ。だからそこの部分っていうのをちゃんと想像してあげるってことが大切です。そうすればろくな検品もしないで商品なんて出せないはずです。自分が在庫のコントロールもできていないようなね、無在庫転売みたいなやり方で商売なんてしないはずです。相手のことガン無視、お客さんのことガン無視で、いや検品とか梱包って省いてもいいですか、サイズ計測余計なコストがかかっちゃうんでやらなくても問題ないですかね、そんな舐め切った態度で物販って絶対できないはずなんですよ。だからとにもかくにも自己中になってしまって、自分と商品しか見えていない、さらに言えば自分と自分の金しか見ていないような商売の仕方をする人っていうのは、往々にして自分が普段生きているこの生活っていうのが自分たちの商品を手にするお客さんの側でも同等に営まれているっていうことの想像力が欠落しすぎだと思います。逆言えば自分たちが家族いる、お子さんいる、お父さんお母様だったらそうはならないと思うんですよ。相手のことを考えるのってすごく容易にできると思うんですね。だからぜひぜひ、自分が妊娠したことある方だからマタニティ関係の商材を調べる、自分がお子様育てたことある方だから、もしくは今育てている方だからベビー用品を調べる、それはこっち側の動きとしては正しいので、それにプラスアルファ、その商品を手にするお客さん側もベビー用品出すのであれば赤ちゃんいるお母さんが買うわけですよね。マタニティ用品買うのであればこれから出産を迎える妊婦のお母さんお父さんが買うわけですよね。自分たちの経験を生かして商材を調べるということは、今まさにその状況、自分が必要だった時の状況にあるお客様がその商品を手にしようかしまいかっていうタイミングだってことなので、ぜひ向こう側の人生ストーリーっていうのをしっかりと認識し想像し、笑顔を増やしていけるような商売の仕方をすればいいんじゃないかなと思います。今回はきついこと言ってんのか甘いこと言ってんのかよくわからない動画になってしまいましたが、とにもかくにも私は全国の父ちゃん母ちゃん、子育てをしっかりしているされていた父ちゃん母ちゃんっていうのはものすごく才能があると思うし、その経験っていうのはただそのまま当てはめればいいわけではないですよ。商売のルールっていうのはまたあるし、商売のマインドはマインドでまた新たに培わなければいけないものだけれども、子供が生まれる前って子育てよく分かんなかったじゃないですか。でも子育てできたじゃないですか。それと同じように海外物販やる前って海外物販について分からないことあると思うし、学んでみて初めて、そういう考え方なんだ、そういう対処をするんだって発見の連続と同時に面食らうことも多々あるとは思うんですけれども、子育てしてきた方なのであれば、している方なのであれば、そこは少し発想を転換して対峙していくだけで、そういった経験のない方と比べると非常に有利に進めていくことができるので、そこは信じて進んでくださいっていう動画でした。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。